ケリー・ケリーは、アメリカ合衆国のモデル、プロレスラー、ディーバである。本名、バーバラ・ジーン・バービー・ブランク。フロリダ州ジャックソンビル出身。身長165センチメートル。モデル業を中心に活躍し、2006年、WW、オベで活動した後、同年6月13日に、ECW にてデビュー。19歳でのディーバデビューは最年少記録である。ECW。 デビュー当初は勝手にリング場や特別ステージにてストリップショーを行う露出競技ミックであった。しかし恋人のマイクノックスに途中で止められるというパターンが恒例であった。その後 CM パンクに惹かれしつこいようにパンクにつきまとっていた。その言動に嫌気がさしたノックスとは破局しパンクとも恋愛には発展しなかった。2007年に入りブルック レイラとエクストリームエクスポーゼを結成し、セクシーなダンスを踊るなどして活動していた。またその合間にも、WWE 株組織の FCW にて、レスリングのトレーニングを受けている。ブルックが解雇された後はエクストリームエクスポーゼのもう一人のメンバー、レイラと構想を始める。2008年7月に、RAW へと移籍する、露出強キャラを封印し、 笑顔を振りまくベビーフェイスとして活躍している。2009年にはドラフトで移籍してきたマリースの持つディーバズ王座に挑むが王座ダッシュとはならなかった。2010年4月のドラフトでスマックダウンへ移籍する NXT シーズン3ではナオミを指導するプロとして登場した。2011年4月末に行われた追加ドラフトで RAW に移籍した。2012年9月末に契約解除。 2018年1月22日に行われた RAW25 周年スペシャルに出演し、WWE の歴史を彩った女性の一人として表彰された。また1月28日に行われた女子ロイヤルランブル2 9番目で出場し、ナイア・ジャックスに敗れた。2019年7月22日、RAW レユニオンにおいて女性初の24、7王者になった。 2020年1月26日に行われたロイヤルランブルに21番目で出場し、シャーロット・フレアに敗れた。2014年8月1日、交際していた NHL 選手のシェルドン・スーレイと婚約した、ジョニーエースのギロチン式、エース・クラッシャーと同型の技。ありがとうございます。